北町一郎探偵売り出すドライブコースもし手が届くものなら思い切りかき回してあの紺碧の色で染めてみたいふとそんな感じに誘惑されそうな空の色。 白ひとひらさえ浮かばぬ日本晴れの脇峠を吹く風が少しひやりとうすら寒さを覚えるが赤いトンボが群れていて箱根の温泉郷へ続くこのドライブコースは淡々と三匹を縫ってハイヤーたちにも絶好の日和なのであった十国峠の監視所で自動車の草原を職業とする監守人の左平老人が <laughs> とあくびしながら椅子から立ち上がった大きな目覚まし時計が11時半を指している部屋の火鉢には練炭ンンがいけられ鉄瓶がちんちん音を立てているお昼には少し早いが塩鮭でも焼いて食べてしまおうかと左平老人は監視場を出て咲き乱れたコスモスの中に突っ立ちながら 藤井を仰いでそう考えた。その時材木を積んだ一台のトラックが箱根峠の方から重々しく走ってきた監視所の前で速力を緩めると運転台から「おじさんこんにちは」顔なじみの顔が声をかけた「もうひと仕事してきたのかい」「お金がうんと貯まるぞ」 ハハハハお金のたまるのは左兵衛さんのことでしょうってみんなの評番だ何の何の金は金でも借金の方だでなところでお前さんたち途中で目の保養ができただろうなと左兵老人はいわくありげな顔である目の保養そうってね 富士は毎日拝んでいるし景色だって見慣れているしだしこいつしらばっくれている素晴らしいべっぴんさんに会っただろうが狐のべっぴんさんにかい目の覚めるような女がさっき一人自動車を吹っ飛ばしていったんだよお前さんたちとすれ違っただろうが 佐ヘイさん担ぎっこなしだよ。おいおいその女を見たからって何もおラ税金取るなんていいやしねえよ。小型のロードスターなんだよ。道は一本道。お前さんたちとすれ違うはずなんだかな。運転台で女子と運転手が顔を見合わせた。 本当なんだろうね、その話。騙したところで一文の得にもならねえ。合わなかったよ、佐ヘイさん。自動車はおろか、一っこ一人合わなかったが。じゃあ、あのロードスターはどこへ行ったんだまさか消えたわけでもあるまい。はははは。 佐ヘイさん、馬鹿にその自動車に執着しているようだが、昨夜の夢の続きでも見たんじゃないのかね。頭でも冷やしてみるんだね。トラックは重くずっしりと走り去った。佐ヘイ老人は下唇を噛んで眉毛を寄せ、しばらく考え込んでいた。あのトラックの二人が若い女一人で運転していた自動車と合わなかったというのは、 決しして嘘ではないらしいら熱海を出て箱根の温泉地帯へ通ずるこのコースは箱根峠までは完全に一本道なのだから左平老人が変に思ったのも無理はないしかし非常にスピードを出してトラックが箱根町か箱根峠の二股道を出る前にもうどこかへ行っているかもしれないのだまあ何でもいいや。 どうしてあんなことが気になるんだろう左兵老人が首を振りながら監視所へ入ろうとした時さっきのトラックとは反対の方角からセダン型の自動車が軽快に走ってきて老人の前に止まった「こんにちは」運転手が声をかけたが知らない顔であった若い事務員風の女性が乗っていたが 一人でドライブするにはちょいと貧弱そうなお客さんに見えるどちらへ行きなざるのかねああ東京から来たんだね左平老人は自動車のナンバープレートを見ていったええー、ちょっと宮の下まで用がありましたね自動車が動きだしそうにした時左平老人は思い切って呼び止め 気にかかっているロードスターのことを話し、崖から落ちているかもしれないんだ。あんまり吹っ飛ばしていったんだから。ええ、何、妙に気がかりなことがあるもんでね。ハハハハハ。自分でもあまりとらわれているようで、つい左兵老人は笑い出してしまった。 ドライブの2人はすぐスタートしていったがこの左兵老人の気がかりはしかし間もなく不幸な形となって実現した富士を望み駿河湾の風向を一目に収める十石峠から飛ぶように2人の自動車は走ってやがて箱根峠にかかった頃であったあら座席の女が 景色を眺めていた目を見張らせて叫んだ「ちょっとちょっと!っと」運転手が急いでブレーキをかける自動車を緩く逆行させていくとその辺りは険しい断崖で目の下を秋草や色づいた雑木の葉が覆いかぶさるように連なっていたがしかし一箇所断崖の岩戸が崩れ その下の木立が無残に倒され生々しい幹や枝の裂け目を秋の光にむき出していた何か大きなものが道路から転がり落ちた跡のようでそれは断崖の底まで続いているように思われた箱根の惨劇 二人は自動車を降りたタイヤの跡だわ自動車の道端の草に黒い油が染みついていた確かに自動車が落ちたんですねお嬢さんと男も答えて二人は顔を見合わせたさっきの左兵老人の気がかりな言葉を思い出したのである降りてみようじゃないの。 裂かれた枝の新しさからそれは極めて最近の出来事だとわかるでも陽子さん平気よ渡辺さん女は身軽に崖から23歩下り木の枝につまって重心を支えながら振りあおぐ赤い葉が灰色のドレスにハラハラと散ったスキーパンツを履いてくれば。 こんなやぶなんかへいちゃらなんだけどじゃあ僕も行ってみましょう相変わらずですね洋子さんの冒険好きは観念して男も崖を降りてきた二人は木につかまって重心を支えてガサガサ道のない断崖を下っていく親譲りよそれとやっぱり職業意識からなのね物好きという種類のお道楽じゃないわ 先生は何をしていられるですかねお湯に浸って高野豆腐みたいにふやけているでしょうよ。第一私あの名前が。はっ危ないどうしました危うく枝が裂けるところ、スカートが邪魔で歩けやしないわ。それに盗人ビトの種がいっぱいくっついて。私ね、いくら語呂が合うからって、 タル,ミタルヘイなんてあんな名前を付けた親の気が知れないわおかしいでしょタルヘイタンタンタルミのタルヘイさん酒だる味噌だるビールだるハハハハ局長さんの悪口をそういうものじゃありませんよ女は八木陽子東京探偵局長のタルミタルヘイの名で秘書である どんな用が起こったか局員に自動車を運転させて先行している樽兵の宿へ向かう途中だった下に行くにつれて枝の裂け方が荒くなりその辺りはものすごい速力が加わったであろうことがわかるおお、こんなところに猿のように木に体を支えながら渡辺という局員が叫んだ。臓器の上に 青いふわふわしたものが引っかかっている女のマフラーであった最初の発見ね手を伸ばして取りながら陽子がくんくん鼻を鳴らした焦げ臭いわね油の匂いも悲劇は間もなく2人の目の前に開かれていた断崖の底に ひきがえるをたたきつけたように投げ出された自動車があった落ちた時に火を発したのであろう真っ黒にすすに包まれ車体はいびつにゆがんで横倒しになっていた手を触るとまだ暑かったこれが山火事にならなかったのはその辺りが幸いに流砂と岩石の多い割合に広い地帯で草木の生えないはげたすり鉢用の底であったからであろう しかし近くの木は熱気に打たれてしおれていた二人はしばらく呆然と立っていた自動車が運転を誤って転落してきたことは明白な事実であるそれならば運転手は左平老人の話によるとこのロードスターに乗っていたのは若い美しい女一人であったというその女はどこへ行ったのであろう 近くには自動車のガラスやクッションや車体の一部がまき散らされている。二人は辺りを見回していたが、はっよがぎょっと声をのみ指さした。かなり離れた雑草の間からにゅーっと白いものが出ていたのだ。白い。人間の手であった。 二人は駆け寄った。青いスポーツドレスの断髪の女。ドレスはところどころ木に裂けて破れ血が滲んでいた。うつ伏せになっているのを抱き起こす。もう体温は感じられなかった。陽子が引きつけるように叫んだ。月野さんよえひかるさん局員の 青年が顔を覗き込む。血がこびりつき泥にまみれ、無念そうな顔であった。月の光さんが、どうしてこんなところに。ご覧なさい、ここ洋子は女の右手をそっと持ち上げた。指先が土にまみれ、人差し指は爪の間に土が詰まっている。 その指の伸びたところに ABC 謎の文字が3つ土に掘られてあった服が汚れているところから見てこの辺りに投げ出された女が瀕死の状態の中をここまで這い寄り最後の言葉を書き残したのに違いなかったしかしこの言葉は一体何を意味するというのであろう A B,、B、C 何でしょう青年がいぶかしげに問いかけるのに答えようとせず陽子はさっき拾ったマフラーを静かに顔へかけてやったそれから咲き残っている秋草の花を一輪倒ってくるとその上に乗せ陽子は静かに手を合わせて黙とうした何か事情があったのよ 局長の待つホテルへ急行する途中に自動車事故があったの、ね、かわいそうな東京探偵局の犠牲者ホテルの客箱根宮の温泉中で交通の便もよく繁華な宮の下温泉である。 富士ホテルは一流の実業家や政治家もやってくるが大きなお得意さんは外国人である青い目や茶色の目の外国人が骨休みにやってきたりあるいは商談に落ち合ったり部屋数およそ200だから今日もロビーやグリルは東京のサロンを延長したように賑やかでたくさんな人々が「この世の不幸はどこにある?」という顔でざわついているのだった。 この富士ホテルの特別室125号の部屋では一人のお客がソファーに座り込んで本を読んでいた炭前を着込んでいるのだが物好きな外国人相手の炭前らしく長くて寸法の合わない証拠には袖から手がちょびり見え足の方は裾ですっぽり包んで何のことはない子供を買い巻きに包んでちょこんとソファーへあげたという感じだ。 なかなかうまいことを言ってるね。タイムイズマネー。時は金なりか。ふふん。小型の本を声を立てて読んでは、ちょいと感想を付け加える。それでは、自分がこうしてのんびり構えている時間も金ということになる。いやいや、時間が金なら、僕は今貯金を引き出して使っているようなもんかな。さて、お次の格言は 何機械はハゲ頭のごときものなり前髪をつかまざればチャンスは逃げるチャンスには後ろ髪なしおお僕とは正反対の五人相じゃないお頭相というもんかねとぴしゃりと平手で頭を打ったまだ若いのに額がはげ上がって髪の毛もだいぶ薄くなっている 若ハゲの傾向があるらしくこのまま進行したら W 字型にハゲていきそうであるなるほどこれでは格言とは反対である青年は「うーん」とあくびしながら背伸びをするとソファーにゴロリと横になったさてお次は朝の最初の時間はその日の火事となる あ、はあ、ワード・ビーチャー先生の名言だね。日本の早起きは三文の徳という類いだね。ところで、僕はどうしたんだ。今朝は寝坊で湯に浸かってのんびりし、もうそろそろ眠くて叶わんのだが。やっぱり朝の最初の時間はその一日を定めるらしい。では、格言通りに。 一と眠りしますかな。静かに話しかけるような調子で言う。そういう間もなく薄目が閉じられて、やがてスースー可愛いらしいいびきが漏れてきた。ボタリと本が床へ落ちる。表紙の文字いわく、人生収容格言集。あたりは、 静とした静けさである。庭を靴下に下駄を突っかけた外国人が2、3人笑いながら歩いてくるそれも行き過ぎるとまたひっそりとなった30分くらい経った時である脇の卓上電話が鳴り出してやんだ男が目を開ける 再び鳴り出すと寝たままひょいと手を伸ばし。あいよ。あくびしながら物臭そうに言う。125号室でいらっしゃいますね。東京探偵局のたるみさんでいらっしゃいますね。ああ、たるみは一人しかいませんが。ごめん、解任でございますが。いないと言ってもらいたいですね。 でも、先方様がどこの誰だか知らんが先方様なんて様をつけて呼ぶことはないでしょう僕は異病の西洋に来ているんですよ異病のね昼寝を破られて機嫌が悪いらしい交換手が笑ってはいすみませんでは渡辺という人がご面会でございます 知らんですねえ。もう一人は女の方で、ようこさん。知らんですねえ。あなたを、おじさまと言ってらっしゃいますが、たるへいは首をすくめた。それは困った。私がおじなら、その女はめいじゃないですか。ようこのやつ、どうしてここを嗅ぎつけたんだろう。 いかがいたしましょう仕方がない。ここへ通してください。ご面会はどなた様にもロビーでお願いすることになっております。ことにご婦人のご面会は。おいおい君、あれは自分の命なんですよ。でも、規則は規則でございますから。せちがらいことになったもんだ。 苦笑しながら電話を切るスリッパをつっかけソファーから立ち上がると果たしてズルズル引きずるような断然だ帯も緩んでだらしのない格好であるそのまま廊下に出てロビーに行こうとすると入り口のところでーイに呼び止められた「もしもしこちらへはお洋服か和服でお願いいたします」「和服?」 どラも立派な日本製和服じゃないのかねでも丹山では他のお客様のお目障りになりますのでことに外国人もたくさんいらっしゃるんですから <laughs> 外国人のために我々日本人が不自由しようというのかね多分外国人さんは生まれた時からワイシャツ着てネクタイ締めてモーニングでも着ていたんでしょうないやよくわかった 毒舌だがなんとなく憎めない男である本人も怒った様子を見せずのこのこ部屋へ戻ると洋服の着替えにかかったが肝心のネクタイがどこへ隠れたのか見当たらないズボンに丹膳を着た帯広裸のまま舌打ちしたがテーブルへ寄ってくると受話器を取り上げたああこちらは125号室の垂水ですが。 さっきの面会人二人は僕と同室して泊まるとおっしゃるんですすぐにこの部屋へ通してくださいよなに狭くともかまうんです記者の寝台の思いをすればまだ20人ぐらいは楽に積み込めますタルミタル東京探偵局。この白面の青年が町の警視総監と恐れられている私立探偵なのだった 東京探偵局といってももご存知のない人もあろう。東京駅のお堀端に事務所を構える探偵事務所ながら多数の局員を東京都内近郊に張り巡らしあらゆる科学設備を動員してハジャ検証の網を張っている一種の秘密結社なのだったその局長が垂水樽平名の八木陽子と2人で事務所で暮らし 一日に一度昼休みしないと気が落ち着かぬという男どうしたわけか垂水は洋子にも打ち明けず箱根へ逃亡して富士ホテルなどと一流どころで昼寝しているのであった平。洋子 よくもこの隠れ家を嗅ぎつけたものだねようこと局員の渡辺青年が防衛に案内されてくると樽兵は機嫌なめという顔で迎えただって東京探偵局ですものちゃんと情報が入りますわ <laughs> 油断も隙もならんと樽兵は苦笑してしかしまあひとっ風呂浴びたらどうなのだ それどころじゃありませんのよ。月野光さんが死んだんです。あの娘が死んだそれはかわいそうに。だが人間は誰にも寿命があるものさ。自動車と一緒に崖から落ちて、箱根峠の近くで斬死しているのよ。おお<ー>。タルヘイのぼやーっとしていた目が光ったが、 またもやもやした表情へ帰って。それで、手続きは取ったのだろうね。い,いえ、警察へはまだ知らせていません。どうもおかしいところがあるので、おじさんに先に知らせに来たんです。わしは西洋に来ているんだよ。局員が死んでも平気でいるつもりなのおじさんはそんな人情知らずなの 陽子が突っかかるように言うそばから渡辺青年は手短に現場の模様を説明して「ABC」という謎の文字にしてもこの1週間月野君から消息のなかった点から考えても不審に思われることばかりです先生に実地検証をぜひお願いしたいと思います立派に葬式を出さなくてはいかん実地の手続きは君たち2人に一切お任せすることにしよう せっかくだが、わしは西洋を兼ねて読書に来ているんだね。はぁ、あ、うまいこと言ってるわ。陽子が嘲笑して、靴先でぽいと小型の本を蹴った。人生収養格言集と、もう一冊。白波五人女という本が飛んだ。これこれ。これ読書だなんて。 講談本を読んでるくせに <laughs> これも探偵取物研究の一つだよさあおじさん出かけましょうタルミは焦らずタバコをくわえるとどこへ行くんだ殴るわよおじさんすごい勢いだなだがよこ出かける前にちょいと手続きがあるんだ 警察なら番頭に電話をかけさせたらいいわ焦ってはならんよ焦燥と警察とは事業を破壊する暴風なりこれはフラーさんの格言なのだよたった今あの本で覚えたばかりだから忘れはせん機械をつかむのはハゲチャビンの前髪だそうだが犯人をつかむのは後ろ髪の方だからなところで 東京探偵局員の八木陽子渡辺四郎の亮君に質問しようと樽平は珍しく真面目な顔で君たちが現場で発見した自動車の番号は二人は黙って顔を見合わせた調べていないんだねでは自動車の出火の原因はふん、<laughs> それもわからない とんでもない探偵局員だな。では、月の光の死因は墜落による打撲症。陽子が悔しそうに言う。ふんふん。あるいはそうかもしれん。あるいはそうでないかもしれん。ところで、即死すべきはずの月野君が文字を書き残しているのをなんと解釈しようというんだね それも検討がつかないらしいな。はははは。では、最後に。なぜ自動車は断崖から落ちたのかな速力を出しすぎて、カーブを誤ったのでしょう。渡辺青年が自信のなさそうな答え方をする。落第、落第。ねえ、渡辺君。 月の城は自動車の運転免許証を持っているスポーツ女性だということを忘れてはいかんねえその腕だからこそ貿易商パブリウスの秘密を探るため彼の秘書に潜り込み運転手兼お茶飲み友達になったのだからねところでそのパブリウス音体がこのホテルへ在泊中というわけなのだ 何か商用が起こって月野くんが自動車を走らせてきたその途中で珍事が突発したしかし彼女はハンドルを回し損ねるようなボンクラではないまあ秘密を解こうとするには心当たりから考えてみることだろうね樽たる平はタバコをもみ消してでは出かけることにしようか ところでネクタイが見つからんのだが「ヨ子さん探しておくれ」立ち上がる拍子に丹前の裾に絡みついてドタリと倒れるヒョロヒョロテーブルに寄りかかり重みにテーブルが傾くと灰皿がスポリと落ちてきて頭から一面の灰かぐら。ペッペッペッ,ペッ唾を吐きながら顔をなでる。 そそっかしい探偵もあったものだちょっとした手紙3人が帳場へ出て行くと「手続きがある」と言った垂水の言葉の意味が陽子ははっきり分かった「警察ですね」こちらは東京の東京探偵局という私立探偵事務所。 私はその局長の垂水垂平という人間ですが乗馬で電話を借りると警察署を呼び出して垂水は大きな声でしゃべり出したのである後ろの2人はびっくりしたその声の大きいこと腹の底からひねり出すようで垂平は真っ赤な顔で怒鳴っているのだもちろん広いロビーにも聞こえ渡る声である ドライブコースで自動車事故がありましてね。美人の女が斬死しているんです。ええー、一人。名前も分かっていますよ。月の光。そうです。月の光。私と縁のある女でしてね。検証や手続きが済み次第に死体は引き取らせていただきます。ええー、もちろんこれから現場へ出かけますが、 場所は箱根峠の近くの急カーブの地点立ち木の折れた断崖を探していらっしゃればすぐわかりますでは後ではいさようならロビーに澄まし込んでいた人たちは大声のこの男を振り返ってみている電話を切ってそのまま出かけると思いのほかおい お茶を飲んで行こう。と、呑気なことを言い出した。だって、おじさま。いいんだよ。10分くらいの余裕を与えてやるべきだ。タルヘイは小声で答え、囚人監視の中を中央のソファーへ歩いて行って腰を下ろす。ボーイにコーヒーを3つ注文し、それが来るまでに間がある。 小声で二人へ。おい今度の事件で何か腑に落ちないことがあったら何でも聞いてみたまえただしできるだけ大きな声で話すのだよ陽子が驚いてこんなに大勢人がいるのにパブリウスだっているんでしょう人に聞かれて困ることがあるでしょうフフフフフ。<laughs> <laughs> それだけの心遣いがあるのならなぜここへ来た時に東京探偵局の垂水さんになどと名指ししたのかねそれこそ頭隠して尻隠さずだあらうっかりさあ聞いた聞いた大声で渡辺青年が号令をかけるような調子で口を切った月野さんが 瀕死のうちに何か書き残そうとしましたね。あれは、なぜでしょうわかっているじゃないか、君。追死事件に関係のある人間の名前を書き残そうとしたのだよ。と、たるみの声も大きい。すると、計画的に月の城を殺すつもりだったのですが。そうとしか思えないね。 しかし、月野城は立派な運転手なのだ。だから、自動的に麻酔薬を嗅がされて、前後の意識がなかったためと想像して良いだろう。何か、スパイカー密輸入事件にでも関係しているのではないでしょうか。スパイ外国人を見たら、スパイか密輸入者と思えか タル兵は腹いっぱいに笑い出すと「見たまえこのロビーにはこんなにたくさん外国人がいらっしゃるみんな生まれた時からポマードつけてフロックコートにワイシャツを着ているようにお見受けするそれなのに皆さんが密輸入だのスパイだなんて失礼だと思うね」 第一この頃の日本は穴の開いた紙袋みたいに何でも見通しだからスパイするようなものはないはずだよ。それに君近頃のスパイ小説なんてなっちょらんじゃないか。どれもこれも似たりよったりで小説の中に外国人が出てくると読者の方で「ははーんこいつがスパイだよ」なんて当ててしまうのだからな。 そんなスパイ小説なんてクソ面白くもないよそこへボーイがお茶を運んできた並べたコーヒージャワンをタルミがつかむとそのまま口へ持って行くかと思いのほか君飲んでみたまえよとぐっとボーイへ差し出したボーイがびっくりしてえ何か虫でも落ちていましたか いや、君にご馳走しようというのさ。防衛の目が複雑に動いた。ありがとうございますが、手前どもはお客様とご一緒にはいただかないことになっておりますので。そのお客様が飲めとおっしゃるのだが、お願いで手ぬるければ、命令しようかね。え東京探偵局の命令だよ。 毒味をしてもらいたいたね。コーヒージャワンをつかむボーイの手が震えるのを洋子も渡辺青年も認めたではいただきますしかしボーイの手はぐらりと傾いてコーヒーは床へこぼれてしまったああ、これは失礼しましたクスクスと樽平は笑いだして ねえ君、つまらんスリラー映画のモデル気取りにならぬ方がいいと思うね。もちろん、このコーヒーに激毒が入っているものがね。しかし、理科にシャッポを正さず、売り畑で靴の紐を直さずという格言があるからね。人間はつまらんことで誤解を受けるものだ。そんなに青い顔をするものじゃないよ。一流の富士ホテルの君が、 不良外国人グループの手先になっているなどとそんな失敬なことを僕は考えているわけじゃないからね樽兵はぷいと立ち上がるさあそろそろ出かけるとしようかね危機一樽兵と陽子を乗せた自動車は 渡辺局員の運転で間もなく現場の弾崖へ到着した3人は草をかき分け木にぶら下がりながら崖下へ降りていったなるほどこれは三端たるものだ自動車の前でとぼけた樽平の顔も引き締まったあそこに月野さんの死骸がありますのよかわいそうに 仕事のためとはいえ、花の処女を殺してしまった。東京探偵局で最初の犠牲者なのだ。安全とタル兵は直立し、手を合わせて心から名目した。ここまで張ってきて字を書き残そうとしたのです。爪の間に土がいっぱい詰まっていました。あら、変ね。字が消えてるわ。 消えてるそんなことはないでしょう渡辺青年が近づいてみたが不審そうな顔で樽平を振り返った先生おかしいですよさっきはここに ABC と書いてあったのですが驚くことはないよ ABC と書かれては具合の悪いやつがその字を消したに過ぎないのだろうすると 君たちがここを引き上げて今再び来る間の出来事なのだよそれは君たちがホテルへ着く前にこの事故を発見したやつかでなくばホテルで我々の会話を聞いたやつの仕業の他はあるまいホテルで手続きがあると言ってわざと手間取ったのは彼らに小細工を漏させる時間を与えるためだったのだしかしあんなに自動車を飛ばしてきたのに 遠望の利くところでも敵の自動車を発見しなかったとすればやつらあるいはホテルにいなかったのかもしれん3人は自動車の残骸へ引き返したほらナンバープレートもはぎ取ってあるだろうもっと細工をしていったかもしれんよステッキで自動車をたたいていた垂水は車体の下に散らばっているガラスの破片を拾い上げた陽子君 質問がある。自動車でガラスを使う部分は風よけウィンドウ。それは厚いガラスだ。ところがこの破片は薄い上に丸みを帯びている。明らかに瓶のようなもので自動車に直接付属した物体ではないね。それならここにも落ちていますわ。ここにこんなチューブが。 タルヘイは手に取って匂いを嗅いだこれも自動車用のじゃないねそれに付属していたところはシートの下あたりらしい少なくとも自動車の心臓部エンジンに必要なものじゃないその時シュッシュッという小さな音が聞こえてきた何でしょうあの音陽子が車体を覗き込んだ その時、プーンと来た一種の匂いがあった。危ない逃げろ逃げろ突然、タルフェイが叫んで真っ先に走り出した。どうしたの、おじさん陽子がいぶかしげに、しかし訳がわからず、渡辺と共に駆け出した。逃げろ逃げろ逃げるんだ 探偵局長はいたずらを発見されたわんぱく小僧のようにわめいていくが石ころの多いところに足を取られどさりとつんのめってしまったその後ろにすさまじい爆音が起こり風を巻いて破人が舞い上がった続いてまた一発地震のように大地が震えた頭から背中から バラバラと土や自動車の部分品が舞い落ちてきたてっぺんも降ってくる「うお<ー>世にもない悲鳴を上げながらタルヘイはそれより早く羽を切ると一山にかけていったその後へ自動車の大きなブレーキが一本どさりと重く落ちてきたそこに倒れていたらタルヘイの体は のしいかのように潰されてしまったに違いないやれやれひどい目に遭わせやがる遠くへ逃げてかろうじて被害を免れた3人がほっと顔を見合わせた証拠隠滅を図って時計爆弾を仕掛けたのだねいよいよあの自動車に重大なからくりがあったわけだその時 崖の上の方に自動車が急停車する音が聞こえたおーい、どこだー警察官がやってきたのである ABC の謎月の光の剣士と意外引き取りのために陽子と渡辺を現場に残し タル兵が富士ホテルへ帰ってきたのは4時近かった樽平はまず町場へ行くと宿泊人の名簿を番頭に請求した不審がる顔へ「県の警察部の依頼なのだ」と低いが脅しのきくジェスチャーをするさすがに外国人の署名の多いカード式の宿帳を送っていく樽平の手先へどなたかお探しで 警察からは別に手配カードも参っておりませんですがいやいやそんな野暮ったいようじゃないのですよ後期の方のお忍びがあったから内密に警護するのが私の役目でね何形式的にすらりと見ておけば僕の役目は済むというものでどこまでが真実か偽りか しかしカードをくる手つきはなるほどさも物草風に動いていくその目は愛も変わらずぼやーっと光がないやがて樽兵はばサリとカード帳を閉じると「いやありがとう」そのまますたすたロビーへ入っていったゴルフ場へでも出かけてまだ帰らぬのか割合に客は少なかった。 ジロジロ見渡している樽平は窓際のソファーで新聞を広げている太った外国人に近づき同じソファーへポトリと腰を下ろした「こんにちはチャードさん」「チャードという外人は新聞から目を離して少し調子のおかしい日本語で」「こんにちは樽美さん」「ちょうどよかったあなたはゴルフ場へ行ったものとばかり思っていましたよ」 私、朝からホテルにいました。どこへも出かけません。ゴルフ場へ誘って、昨夜の同級の敵討ちをしたいと思っていたんですが、もう遅いですね。同級場へ行ってみませんか。ダメです、ダメです。タルミさんは下手で面白くありません。タルミは頭をかいて恥ずかしそうに笑うと、 これは手厳しい。実はつまらぬ事件に引っかかりになって気がくさくさしているところなんでしたよ。誰か弱い相手を見つけて勝って留院を下げぬことには。ほう。人殺しですかいやちょっとした自動車の事故で崖から落ちて死んだというわけなんです。女の子でしてね。 わがままなおてんば娘で自業自得と言ってもいいんですが、警察では僕と反対の意見なんです。警察では、これは単純な追試事件ではない。必ず不良外国人の事件に関連のある事件だ。そう言っているんですからね。バカバカしいですよ。大切な外国からのお客さんを泥棒を扱いにするなんて、 全く失礼な話ですよ。唇も厚く、顔の皮も脂ぎったこの外国人は、にたりと笑った。近頃、日本ではギャング映画が流行ります。私、ギャング映画は好きですが、日本の映画は面白くない。出てくる外国人は、大抵、密輸入省か。 スパイかヒーロポンアヘンの親玉ですね。あれでは面白くないです。ヒッチコックのスリラー映画の構成を勉強するといいです。話せる。あなたは話せる。僕と同じ意見ですね。この富士ホテル。 外国人120人も泊まっています。ギャング作家はここへ来たらモデルがあんまり大勢で。目を回すでしょ。はっはっはっは。これは面白い。愉快だ。はっ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 は。たるみたるへいは本当に愉快らしく、チャードの大きな手をぐっと両手で握って振りながら。 あなたが日本のスリラー映画のファンであろうとは思いもかけなかった。だがね、警察が外国人に関係があると睨んでいるのは理由があるんですよ。死んだ女が臨終の際に書き残した文字というのが、何を思ったか、タルヘイはニヤリとする。失礼ですが、チャードさん。あなたのお名前はアレックス・ビー・ チャード私の名、どうかしましたかアレックス・ B ・チャードうんんあなたの名前の最初の文字だけを取ると ABC になる殺された女がいや目下検視中ですから殺されたか否かは分かりかねますが死んだ女が事件の謎を解く鍵として残した文字というのが なんと ABC。まさか瀕死の重症患者が永州時の手習いでもあるまいから ABC こそ一切の秘密を含めていることになるこの点僕も警察も同じ意見なんですがねチャードはケラケラと笑い出して「タルミさんあんたも日本のせっかちなスパイ小説家に」 わたしあんなおんなはしりません ABC のつくひとこのホテルにまだふたりいますミセスアリス・ B ・カーチスそれからミスター・アルフレッド・ B ・コーツおやおやこれはおくわしい。ねえたるみさん。 私、日本に10年も商売しています。私、日本好きです。しかし、近頃の日本人、外国人を見ると変な顔をします。大変困ります。ダルミさんは探偵です。私が怪しいか怪しくないかわかりますね。私、 頭文字が ABC でも、死んだ女のこと、何も知りません。チャードは、真面目な顔で、熱心に語り出したのである。冷蔵人間。タルミタルヘイは、しかし、えへっと笑うと。まったくあなたの言う通りだ。 外国人を見たら怪しいと思うのは肝っ玉の小さな話だだがねえチャードさんさっき私が宿帳を見ると実に巧みに筆跡を書き換えているのがあったのだがねえチャードははっとしたように樽兵の顔を見た現在の宿帳には ABC の頭字のつく人はあなた以外には一人も書いていないんですよ ところがあなたの話によるとまだ2人の ABC が止まっているというしかるにそれにあたる名前は見つからないこの事実は取りも直さず宿帳の文字を後で書き直してしまったことを意味する私少しも知りませんなぜに文字を書き直したかそれは 自動車追試事件の関係者たる証拠を逃れようとしていることを証明するわけですな。つまらぬことをしたものです。文字の偽造乱ぞは、ちょっとした検査ですぐに看破できることぐらい、少しばかり科学知識のあるものならすぐにわかるはずなのにね。要するに、この文字を偽造している二人の人間と、あなたと、 月の光を雇っているパブリウスという貿易屋さんがこの事件に関係があるということになるチャードはタルヘイの言葉が次第にき問的になってきたのにむっとして私を疑うのですかさよう君は今日何をしていましたホテルにいましたよ外へは出ません 立派なアリバイもあるフふ <laughs> ところが死人のそばに書き残した文字を踏み消した上に自動車のカラクリを隠滅するために時計爆弾を仕掛けた人間がいるんだがねチャードさんあなたのズボンに何かついていますよそいつは草の種らしいなるほどチャードのズボンには盗人ビハギの種が4つ5つつ,ついていた チャードがハッとする様子をタルヘイは気持ちよさそうに眺めて日本の植物の知識を少々教えてあげましょうねそのヌスビトハギというやつは人の着物にくっついて遠くへ運ばれて根を下ろす植物なんです今日一度も外出しない人のズボンに付着しているのは少しおかしいですなあ あの自動車事故の現場にはこの草が繁もしていたんで、ご覧なさい。僕のズボンにもまだくっついている。あなたと同じ種ですよ。タルヘイはひょいと立ち上がる。ABC さん、西洋の金言を一つ教えてあげましょうか。ホーソン先生曰く、泉はいかに小なるも、 なお大空の姿を宿し得るものなり具体的に言えばどんな犯罪でも小さな証拠から分かってゆくものださてお風呂にでも入りますかなそのままひょこひょこ歩き出したチャードが呆然と見送っているところで樽兵がその足で自分の部屋へ戻ってくると 意外にもすでにお客さんが二人見えていた「やあおかえりなさい」「ずいぶんお待ちしていましたよ」とソファーから立ち上がってきたのは見たことのない外国人でえへんとあっけにとられているタルヘイへ「どうぞこちらへ」そう言いながらもう一人の外国人は笑顔で拳銃を差し向けたのである タル兵は思わず23歩後ずさりしてな何をするんだハハハハお迎えに来たんだよムズと男の手が伸びて痩せて細いタルヘイの腕をねじ上げたいないいない離せ離したらお迎えの意味がないおーい誰か来てくれ 予防とするのを一人が猿ぐつわを噛ませる。まるで子供と大人の喧嘩である。樽兵が当時じたばたしようとも鉄のような腕から逃れる方法がない。樽民樽兵、余計な世話を焼かせないものだよ。君は事務所へ帰りたまえ。じゃあ荷造りをしようかね。樽民くん、狭いのが気の毒だが、 いい気持ちで眠れるよ。タルミは目を白黒させ足をじたバタするが問題にならない。いつの間に用意していたのか部屋には冷蔵庫があって外国人はその戸を開いた。暴れるタル兵を押し込みながら。おとなしく東京へ帰りたまえ。冷凍魚みたいに後で戻せば生き返るだろう。 <laughs> パタンと戸を閉め上から荒縄で結んで荷札をつけた東京駅前東京探偵局行きそれともう一枚修繕品やがて大勢のボーイたちがやってきて冷蔵庫をえっちらおっちらと運び出した。 まさか人間が入っていようとは気が付かない1時間後富士ホテルから1台のトラックが東京へ出発していったいろいろな品物が積まれた中にもちろん垂水垂平が鎮座している冷蔵庫もあったことは言うまでもないトラックと行き違いに陽子と渡辺青年が帰ってきたが垂兵の姿が見えないのでロビーをうろうろしていると タルミさんなら東京へお帰りですよ。あなた方へおことずて頼まれました。チャードという外国人が馴れ馴れしく話しかけた。ラタイモンドゴルフ客もぼつぼつ帰ってきて、富士ホテルは次第に活気を帯びてきた。 明るいシャンデリアの下のロビーや食堂では華やかな外国人があふれ彼らの会話や動作には何かしらほっとした気風が発見されるようである「ABC」の頭文字を持つ3人の外国人のうち2人は宿帳を巧みに書き換えたがそれは樽平にカンパされてしまったたった1人だけ「悠々」と本名を記名したままのアレックス・ビー・チャードは しかし何食わぬ顔で八木陽子と渡辺青年を東京へ追い返してしまいその後はロビーで時間を潰していたホテルには浴槽好きの部屋のほかに広い浴槽もある日本人は風呂が好きで他人の前で裸体を見せることを何とも思わないが欧米人は日本式の混浴をあまり好まないことに男も女も 異性の前でではは兄弟であっても裸体を見せるようなことはしないしかし日本に10年も暮らして日本趣味が好きだというチャードは今では日本人のように千人風呂などで平気に入浴するし日本の温泉宿などでは婚浴場で有名な実業家や政治家と顔見知りになって商売上思わぬ利益を得ることが多いのであった。チャードは ホテル自慢の高級浴室へ出かけていった時間の都合からか愛客は一人もおらずのんびりと使っているチャードの方に時々にやりと会心の笑みが浮かぶのである後ろのドアが静かに開いて客が入ってきた湯気を透かしてチャードが振り返るとそれは若い日本人で「ごめんなぜ」 チャードの隣へどぼりと入ってきたのであるその顔をちらっと見たチャードは驚いて目を見張ったがまじまじと見つめ返して「おお君はあの青年はタオルでつるりと顔を拭くとわしですかいわしの顔に虫でも止まっているんだべかお 君はたるみたるへいだたるみおれそんげいなたるやさんはしらねえでやす人間ちがいだんべ田舎弁まるだしのおいてにチャードはほっとしたようにそうですかそれはしつれいしましたしかしよくにているなここで青年は ヒヒヒヒヒッと笑う。西洋のお客さん、そんなに似ていますかねまるでタルミとやらにうり二つでござんすかいのう。へへへへへそのタルミとやらは、さっき冷蔵庫に詰められて、東京さんを送られたんでござんしょう。なあ何を言うのか、さっぱりわからん。 へッへお隠しなさることもないでござんしょうここでは誰も聞いてやしねえタルミを冷蔵庫へ詰めなすったのはあんたさんの指図らしゅうござんすね外国人は横を向いたしかし相手は続ける旦那今日若い女子を乗せた自動車が崖から落ちやしてねえ私はその現場を見ていやしたが 自動車になんとどえらい仕掛けがあったんでござんすよ。クッションの下に液体空気装置がありやしてね。自動車が運動する回転速度を利用して空気を液体化して保存しておく。ご存知がしょうが、液体空気注文は近頃の工業にはなくてならんもんだちゅう話ですな。ことに恐ろしいのは、 こいつが途方もない爆発力があるちゅうことで、そこに時計仕掛けの発火器を備えつけておけば、へへへへあとはどうなるかご想像がつきましょうな。君は頭が狂っているらしい。チャードは不機嫌に言う。ええ、わたしはたしかに気狂いで。 何しろそういう自動車の秘密をすっぱ抜こうてんですからところがこの秘密を嗅ぎつけた月の光という女が親分のたるみたる平旦那に報告しようとその液体空気装置を施した自動車を盗んで自分でドライブしていったそこまではよかったんだが運転台の点火スイッチに麻酔薬の装置が隠してあろうとは 夢にも知らなかった。箱根のドライブコースでうっかりその装置に手を触れたからたまらない。クラクラっとなったところへ、下は断崖。あっという間に落っこちたが、液体空気装置はまだ実験中なもんで、何かの故障で爆発しなかった。この秘密を悟られてはならぬというので、 あのやぶの中へわざわざホテルから出かけて時計爆弾を自動車に投げ込んでおいてあわよくばたるみたるへいかを殺そうとかかったごきとくな紳士がありやしたよチャードさんあんたのズボンに盗人はぎの種がくっついていやしたね <laughs> <laughs> チャードはがばりと音を立てて湯から上がろうとした ちょ,ちょっとお待ちなさいよ。話の途中で帰ろうなんてあんたはエチケットを知らねえ。この事件は一人や二人が企んだことじゃない。月の光を雇ったパブリウスをはじめ、暴国人を中心とする国際密輸入業者がみんな関係者なんだ。覚醒剤、麻薬をも輸入して、日本の青少年の頭を狂わせ、 体をガタガタに破壊しているのもこいつらだ。日本の艦犬に逮捕さるべき運命にあるんだ。バカだ。君はいよいよ本当の気狂いだ。このホテルには128人の外国人が泊まっているんだぞ。つまらんことを言うと、名誉毀損で訴えてやる。けしからんチャードは奮然と言うから上がった。 <laughs> なるほどだがねチャードさんこのホテルは全部日本の警官に包囲されてしまったんだ観光客という触れ込みで集まってきたご連中が悪い仕事の連絡会議を開いているとは愉快な話だ今頃ミスもミセスもミスターもみんな手を挙げているだろう <laughs> 知らぬはお前さんぐらいのものさ。へええ、驚くところを見ると君はやっぱり本物らしい。だがね、お湯の中じゃピストルを振り回すわけにもゆぐまい。のんびりするこってさ。歌にもありますよ。お湯の中でもこりゃ花が咲くよ。 慌てて脱衣所へ駆け込むチャードの後ろ姿へタルヘイはのんびり話しかける出口には鍵がかかっていますぜもう12分でお迎えの巡査が来ますよまあ、らたイでは歩けやしまいそれまでに体をよく拭いて洋服を着てシャッポをかぶってあのね旦那僕は西洋人は生まれた時から洋服を着とるものだと思っとったが 生まれはやっぱりストリップだということを今初めて発見したですよ。それから急にシャンとした声で。アレックス・ビーチャード君、お礼が一つある。さっきは冷蔵庫詰めにしてくれてありがとう。おかげで頭がはっきりした。だが君は重大な手落ちをしたものだ。 東京探偵局からこのホテルに腕利きの局員が何人も張り込んで君たちの動棲を探っていたことを君は不覚にも知らなかったんだ。<laughs> もちろん僕はすぐに冷蔵庫から抜け出したよ。あのボーイたちはみんな我が局員なんじゃからね。それからどぷりと湯に浸かる。 れっきとした外国人宿泊者がみんな地図つなぎになるとは、こいつは立派な長編スリラー小説だね。チャード君ウうろうろしていないで、面白いストーリーでも考えてくれたまえ。東京探偵局長、垂水樽平は世にも晴れ晴れと短歌を切ったが、力む拍子に足を滑らせて、深い浴槽に、 ぶくぶくと沈んでしまったそそっかしい探偵もあるものだ